つもりじゃなかったのに。お紅茶ありがとう、夏美ちゃん。私に何か用？まさか私のことを恨んで仕返しをしに来たんじゃ。その、夏美さん、ここに住み始めたばかりで町のことをあまり知らないと思うので、この時間はいつも一人で過ごしてたので、夏美さんがここに来たらいっぱいお話できたらいいなって思ってたんです。そうよ、私がシドを騙すのに化けてたのはこの子の大事な友達なんだもん。シドたちがいない隙を見計らって仕返しに。もしよかったら私に町を案内させてもらえませんか？私たち友達ですから。うわ、何この子、結婚して。町を案内してくれるのよね。じゃあ行きましょう、早く行きましょう。